はい、こんにちは、魚用事のぶさんです。今日はですね、何をするかというと料理をします。オリジナルインドカレーを作ります。インドカレーの出来上がりです。まず材料、これ、まあ、家族4人分ぐらいの材料ですね。玉ねぎ、中ぐらいのやつですかね、2個ぐらい、あとニンニクですね、あと生姜ですね、鶏肉の、これはもも肉です。肉とかはですね、牛肉とか豚肉でもいいと思います。あとですね、カレー粉、あとガラムマサラ、コリアンダー、それとあとトマトが必要なんですけども、ちょっとですね、今時期的にトマトが高かったんで、このカットトマトを代用しています。あとですね、絶対入れなくてはいけないのがこれ、ココナッツミルクですね。ココナッツミルクはですね、今スーパーマーケットでも売ってますとですね、私がですね買ってるのはですね、あとで下にリンクを貼っておきますけども、業務スーパーっていうのがあるんです。知り合いにですね、タイ料理をやってるお店があってですね、そこのですねママさんに聞いたところ、まあ、やっぱそこではタイカレーとか作っててココナッツミルクを使うんですけども、普通のスーパーではですね合わないというか、それを使ったらですね、お店としては成り立たないということで、その方はですね業務スーパーで買ってるとおっしゃったんですね。でそこ行ったらですね、非常に安く買えます。これが110いくらだったかな。普通スーパーなんかで買うと200円ぐらいするんですけども、そこはですね非常に他にもたくさんですね、食べ物の美味しいものっていうかですね、珍しいものもあってですね、おすすめのスーパーです。ちょっと話がそれましたが、ではですね作っていきたいと思います。まずですね、鶏肉にですねガラムマサラ、これとですね、あと塩を少々振って5分ほど置きます。それとですね、左ニンニク、右生姜をみじん切りにします。玉ねぎもですね、このような形でみじん切りにしておきます。そうしましたらですね、先ほどですねガラムマサラとですね塩にで5分間ぐらい置いたやつですかね、それを炒めます。またこれをですね一度ですねボウルにですね、移しておきます。そしたらですね今の鍋にですね油を足して、この玉ねぎを炒めます。こんなぐらいですかね。でここに先ほど炒めた鶏肉を戻します。でここにですね、これココナッツミルクですね。ココナッツミルクを入れます。ちょっと火を一回弱めますね。でここにですねトマトですね、カットトマトを入れます。こんな感じですね。そしたらこれにですね、カレー粉、この SB のカレー粉ですねを入れます。で私の場合ですねちょっと辛いが好きなので、さらにこのですねパキスタンカレーの作り方のですね時動画でアップしたと思うんですけども、このパキスタンカレー用のですねカレー粉も入れます。でここにですねこれをですね2杯、それあとこちらのですねパキスタンカレー用のカレー粉もあるんですけども、これもですね入れます。まあ普通のカレー粉だけでもですね十分だと思います。それであとですねコリアンダー、それともう一回ですねここでガラムマサラですねを入れます。それであとはですね味を見てちょっと塩加減をですね足していきますね。それでこれ結構やっぱり煮込んだ方が美味しいですよね。このトマトとかですね全然形がなくなっちゃったり、あと玉ねぎの形がなくなるぐらいですね煮込むと非常に美味しくなります。水は全然入れてないんで、水分としてはココナッツミルクの水分とあとはトマトの水分が入るだけです。カレーの方がですね結構長時間煮込んだので、もう玉ねぎもですねほとんど形がなくなったぐらい煮込んでいます。肉だけがね形が残っているような感じですね。非常に美味しそうです。それご飯をこれから炊きますけれども、このターメリックですね、
これを適量入れて炊きます。このぐらいですかね。これで炊きます。はい、ご飯の方がですね、炊き上がりました。こんな感じでですね、黄色い色になっています。はい、インドカレーの出来上がりです。それではですね、またいろんな動画アップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。